あなたと今桐生市東5丁目にあるルポさんに来ています。桐生市で人気な喫茶店です。こちらは駐車場の情報です。喫茶店でもすごくメニューがあるらしいですよ。洋食の釜飯があるらしいんです。それは魅力に感じる人多いんじゃない？夜の喫茶店へゴー。店内はカウンターとテーブル席です。卓上はシンプル気味です。メニューです。お土産メニューがすごいです。近かったらいつもテイクアウトしちゃうな。喫茶店なのでコーヒーやジュース、お酒も飲めるし、デザートもあります。サラダや軽食のセット、カレーの種類がすごく多いです。ランチのセットはお得ですね。出ました、釜飯。喫茶店で釜飯はびっくりですね。喫茶店ならではのスパゲッティ、これだけあると悩みますね。グラタンやドリアもいいですね。ご飯物はライスおかわり1回まで無料です。あ、これもいいな。 A セット390円、ドロロン。まずはセットが来ました。豪華なサラダです。色鮮やかで目が楽しい。私ずっと飲みたかったバナナジュースです。390円でこれつけられるの嬉しいですね。いただきます。いやー、美味しいわ。ミキサーで作ってくれて手作りはうまい。ドレッシングは2種類から選べます。今日はサラダ入れるのでゼロカロです。ちなみに私はごまドレをチョイス。野菜がかなり冷えてます。かぼちゃのポテサラです。甘くてうまいわ。ハンバーグドリア910円、ドロロリン。なかなか楽しみそうで頼まなかったドリア。鉄板がふつふつしています。こんもり具合とチーズの量すごいですね。ドリアもホワイトソース、デミグラス、カレーから選べて悩みました。今回は私デミグラスをチョイスです。大盛りはできないらしいので普通盛りでも、ボリュームはありますね。それではスプーンを入れていきます。チーズ伸びるな。ご飯は端から端までご飯です。ドリアって異常に熱いのはなぜ？ハンバーグも鉄板いっぱいいっぱいの大きさ、うまげ。これすごくないですか？チーズ好きな人はドリアは鉄板ですよね。ハンバーグとライスを合わせたドリア、そこにチーズまで入ってかなりのゴージャスさです。うわ、うま。優しめなハンバーグです。ご飯とデミがめちゃくちゃ合う。いつまでも伸びるチーズです。思ったよりご飯も多いですね。結構腹にたまります。断面はこんな感じです。萌え断だね。端にはブロッコリーコーナーとコーンコーナーがあります。ブロッコリーコーナーをつついてみる。合うんだな。鉄板なのでもちろんしばらく冷めません。最後の最後までチーズは伸びていました。ハンバーグとご飯一緒に食べて口の中はとても贅沢。炊き込みオムライスカレー990円、ドロロリン。本当に釜飯きた。スープ黄色くてえってなりました。釜飯はトマトかカレーで選べます。今回はカレーをチョイス。ふわふわした卵にカレーです。福神漬けに梅干し、味噌汁かと思ったらポタージュ的なやつですね。和食っぽい豆腐がついてきます。すごいボリュームです。これだけ黄色いからきっとかぼちゃでしょうね。お椀にスープは不思議ですね。甘くて美味しい。ご飯は聞いたところイチゴあるらしいです。釜飯からカレーと卵が出てくるのは不思議な光景。
ほんとご飯すごいわこれ。卵はプルプル状態、中のご飯はドライカレーっぽいですね。卵とカレー合わないはずがない。香りはスパイスのいい香りがしています。本格カレーの香りですね。まさか喫茶店で釜飯をいただくとはね。喜びの舞。ご飯の具にはしめじ、ベーコン、玉ねぎ、卵の方には赤ピーマンにインゲン、具がたくさんなのも魅力的です。今日は暑いものばっかりだな。猫舌には食べるまで時間かかりますね。ドライカレーがめちゃくちゃ美味しい。卵がすごくふわふわです。例えるなら卵の座布団みたいな。赤ピーマンもいい香りが出ています。この量のご飯を990円で食べられるならお得です。全部混ぜ合わせてもありなんでしょうけどね。この料理はルポさんでしか味わえなそうだな。いろんな料理を同時に食べられるお得感のドライカレーがすごく好み。カレーの辛さは感じなかったです。ハンバーグドリア、ごちそうさまでした。炊き込みオムライス、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。私たち以外はみんなぼっち飯でした。ぼっちでも気軽に行ける喫茶店です。しかも量が多いので満足できるはず。洋食の釜飯美味しかった。本日はごちそうさまでした。何もか